ーベキューのやつを漁ってるの。うん、なんか取った取った
ありがとう。楽しかった。キャラメル、ホテルリゾート。キャラメルだっけ？そこに、あ、キャメルだった。あやー。はーい。はーい。いや、呼んでない。どこでもあや。あれ？あや？はーい。寂しい。ねえ。まだずっといたいです、ここに。なんかあそこでさ、二人で生活するの楽しそうじゃない、うん、めちゃくちゃ楽しそう。ああいうビタちゃんルームだもんな。ほんとしかもさ、車がさ、レモンの形。あ、やばい、超かわいい。超かわいくない？超かわいい。レッツゴー。次もまた200ぐらいで来たい。ちなみに全く初めてだったけどさ、うん、何不自由なくさ、うん、過ごせた。何不自由ない、全部だって用意したんだ。いろんな人におすすめしたい。マジでよかったよね。マジでよかった。本当に内装が可愛くて。可愛かった。なんかインテリアとかもさ、すごい映え、うん、いや映えがすごい。女子会にめちゃくちゃおすすめだし、うん、普通のグランピングのテントみたいなとことか、家族とか大人数で泊まれるとこもあるから、カップルとかもいいと思うけど、友達とかね、すごいいろんな人が楽しめそうだった。いや、あれは人気出るよ。人気出るよ。なんでグランピングとかさ、キャンプが今流行ってるか分かったよね。うん、そうだよね。本当にそう。お肉めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。あのチキン最高だった。あ、チキン。なんか外で食べるから余計に美味しかった。ねえ。ちょっとハマりそう。ハマりそう。はぁ、幸せだった。超綺麗。綺麗。なんかすごい沖縄っぽい。わあ、砂。わあ、すごーい。ね。なんか綺麗。海綺麗だよ。幸せの子なんか幸せのようなそれをねやるしかない。ここお土産っぽいね。チーズ明太マヨのたこ焼きの方。ネギマヨ。ネギマヨ。はい。なさよ、なさよ。何買ったんですか？ストロベリークリームフラペチーノにホワイトモカシロップとチョコソースついた。めっちゃ甘々や。でも低脂肪乳でした。プラマイプラだね。テンボデッキ。私たち幸せになりに行きました。よろしくお願いします。お前やカオスやな。したいよ。幸せそうだね。いいね。それを待ってるうちら。
絶対にって言ってる右にカップルが映ってる